輝け第1回マックスウェルの不思議なノートファミ通ひらめきに決定戦グータラですよ、グータラ。まさにこう、お前らのこと。いや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 、召されちゃダメだからね。ああ火が火がステージに挑戦していただきます。全ステージを終えた時点で岡田さんを判定します。はい、というわけで1問目が終了してね、はい、早速2問目に行ってみたいと思います。というわけでまた岡田さんちょっと解説の方を。はい、それではですね、皆さんにやっていただく第2問なんですけれども、はい、パイレーツに届けられる前にスターをゲットしましょうということで、こちらのステージちょっと一回動かしてみますね。十字キーでこのように動かすと、今画面上にですね、船に乗った海賊の子分が星を引きずっているのが分かりますでしょうか。はい、これがですね、一番端の騎士にいる海賊の船長のところに届けられてしまうと終わってしまいます。なるほど。はい、それでは2問目のシンキングタイムスタート。ひらめきマクセル。さあ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 、これは結構分かりやすいでしょ、目的が。はいはい、はい、じゃあピーコ、さあ何を出すのか。またまさかですかね。いや、乱暴な女ですねこれ本当に。置けない。あ、来ちゃった。あ、あはい、失敗ということで。火力が、火力の問題ですかピコさん。じゃあ、はい。お、稲葉、それにこういうことですよ。これですよ、これ。氷河、これで。お、冷たくなるんじゃないですかこれ。冷たい。氷河出た、すげえ。お、お、止まった。いや、でも強い、この船。あ、強い。ちょっと、もう一個、もう一個作ろう。え、量産体制に入る。量産します、早く早く。お、こっちこっちこっち。お、はい。いやいやいや、この船強くないですかちょっと。まだまだ置ける、まだまだまだ置ける。どうなるのこれ、これどうなるの。結末が気になりますね。これはちょっと期待感がありますね。早く。大スペクタクルじゃないですかこれ。おお。詰まるんじゃないですかこれで。あ、詰まってる。ほら、止まってる。なんとしてこれで星を取りに行かなくてはいけないのではないかと。足止めまでは成功したけれども、え、じゃあこいつがこっちに行けんじゃないかな。あ、すごい簡単じゃないほら、なんか骨が不潔なものが。おー、いいじゃん、そう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 、ほら、あ、かわいいね、マックスウェル君ね、泳げるんだ。あ、意外と少なかった。私、星はまだ下にあるんだよね。マックスウェル君頑張ってください。潜れはしないのか。潜れねえか。潜るためにはアイテムが必要になりますね。お、あ、合ってた。わあ、いけいけ、マックスウェル。おお、力技です。やった。まあまあ強引でしたけれどもね、一応クリアができたということで。はい、じゃあ次々と挑戦者募集ですよ。じゃあ僕が、はい、ディフェンディングチャンピオン。やっぱ水をなんとかして船を進めなくそこにこだわりたいしたいですね、どうしても。なんでそういう能力を持ってる人を、能力者を出すと。能力者を、もう、もうぜ、もうぜ。なるほど。ぜぜ、なんでそれ中途半端に知らないですか。惜しい。個人の方はなかなか出てこないんじゃないですかね。モーゼ、モーラ、モーラはそういう能力が、立ち臭い。わ、なに、モーラ来た。あ、モーラすごく攻撃的ですね。モーラめっちゃ攻撃してましたよ今。モーラなんか使える気がしますね。あ、あ、
やべ、モーラ強え。モーラ暴れてる。すげえ。それなつさん、これ完全に足止め成功した形ですよ。モーラは一体何者なのか。ちょっと岡田さんの面識がない感じですか、モーラに関して言うと。初対面ですね。モーラ大丈夫ですか。今暴れてましたけど。モーラ信頼してますから大丈夫です。頼れるパートナー。頼れます。身体能力がもう半端じゃないですか。モーラ、モーラ来ましたよ。攻撃されそうです、ね。マックスエルにも襲いかかってくると。ってことは、モーラ対モーラ。モーラを持って。みんなこっち向いてますけど。モーラ乗っちゃったよ。あ、モーラにもモーラを消しかけようかと。ギブアップですね。え、もう目前ですよ。モーラ2人はちょっと相手に身が重すぎます。命に関わりますから。もうお母さんも知らなかったっていうことはかなりこうちょっとポイント高いんですが、このゲームって確かクリアをしなかった場合は。そうですね、あのクリア前提っていう話でしたからね。残念ですね。もうあとちょっとだったんですけどね。あそこに星見えてますもんね。星はもう見えてるんだけど、モーラさえいなければ取れたんですけどね。はい、それでは最終問題来ました。どんな問題なんですかね。2人の夜をロマンチックにしてあげましょう。なかなかいろんなことが考えられる面じゃないかなと思います。はい、それでは最終問題のシンキングタイムスタート。ひらめきマクスウェル。さあ、これはちょっとロマンチックな方にはもうたやすい問題じゃないかなと思いますけれども、はっきり言ってこの3人の女子力男子力が問われるんじゃねえかと。はいはい、お来ましたよ。男子力に自信のあるロマンチックに敏感ですからね。ロマンチックといえばね、僕ですから。本当に花火、これをあれ想定してたのと全部違うんですけど、だいぶあのただの愉快犯だよね。いいアイディアだとは思ったんですけどね。確かにね、思い出すんだよ、ムードが良かったなっていう時のことを。あの日のこと思い出す。あの日のことはいはい。お、さすが、はあ、こういうことに慣れているピーゴさんが、はあ、女の子ですか。ですよね、うん、さあ来ましたよ。はい、これはかなり期待していいんじゃないでしょうか。はい、実体験をもとにお届けするロマンチック、はい、あの二人きりの方がいいと思うんですよ。なるほど、お前天才だな。もうほんと天才だよ。え、でもここからどうしたいの。わかるんですけど、ゲームそのものの仕組みとして何か出さないと。まあ、2人きりになったとしましょう。なったってことにしましょう。で、何かを気づかせてあげないと、2人きりになったってこと。愛をハート。あー、なるほど。出た。お、心臓じゃねこれ。あ、落とした。ロマンチックじゃないか。あ、持った。意外に馴染みますね。馴染みましたね。すいません。ギブスか。ギブス、まあ、じゃあ正解を。あー、これ来ちゃった。本命がやっぱちょっと怖いものを出して、うん、次は足効果じゃないですけど、そういうのが必要だと思うんですけど。2人がキュッと近づく。この世で一番怖いものを出さないとダメですモーラ。さあ、引き続きモーラ。まだ水の中でものすごい暴れん坊だ。強すぎますね。強すぎるモーラ。まだいけますか。いや、どうぞ。すいません、ちょっとあれかもしれないですけど、はいはい、いかがしいかもしれないですけど。なるほど。さあ、出ました。つまりそういうことですよね、稲葉さん。そうなんですよ。どうぞ。あれ
マンチックじゃないベッドだったのかもしれないですね。ここまでやってもダメか。すいません、ギブアップです。難しいな、ロマンス。時間まだ大丈夫です。大丈夫です。もうそろそろギリですよ、ギリ。やっぱ星がないっつうのが、夜空をこう星で彩りたいわけですから。これはもう満天の星空といえば近い、うん、獅子座流星群。近いのは司会議員です。近いのは司会議員。あ、すごい。このベッドすごい。すごいスピード効いてますね。超ロマンチックじゃないですか。ギブアップです。はい、それそうですよね。じゃあ、はい、行こう。はい、やっぱここは女の子に決めてほしい。期待できますね。やっぱりこれ、あの女の子が私だと思って。あ、すごいこと言い始めましたけど、大丈夫ですかね。私が欲しいものです。なるほど。いや、これは来てると思う。おお、さすが。すげえ。いやー、やっぱ素晴らしい。やっぱ最後は女性の物欲がクリアに導いたというね。はい、というわけで全3ステージの死闘が終了いたしましたけれども、どうでしたか、岡田さん。これそうですね、思ったよりも正解が出なくてびっくりしました。そうですね、突拍子もない答えはね、はい、次々と出ていけるんですけれども、それではですね、第1回ひらめキングの発表をしたいと思います。岡田さん、どうぞ。はい、私が選んだ最高の答えはですね、100人乗っても稲葉さんに。おお、やった、稲葉やりました。なぜこれ少年に、まあ、女性を紹介したところの心の優しさみたいなものをちょっと評価させていただきました。そこだったんですか。はい、じゃあチャンピオンの、はい、商品がありがとうございます。あるわけですよ。こちらマックスウェルの帽子ですね。おー、ぜひかぶってみてください。いいな。はい、あら、あれちょっと巨眼すぎて。いやいや、そんなことないですよ。ありがとうございます。本当入んないわ。入んない。